皆さん、日本共産党委員長志位和夫前衆議院議員より訴えさせていただきます。皆さん、おはようございます。ご紹介いただきました日本共産党の志位和夫でございます。日本の未来がかかった歴史的総選挙が始まりました。私たちは政党を選ぶ比例代表選挙で日本共産党と書いていただく方を広げに広げ、全国で650万票以上を獲得し、必ず躍進を果たす決意であります。小選挙区でも全国295の選挙区で勝利のために全力を挙げて頑張り抜きます。日本共産党への絶大なご支持を心からお願いいたします。皆さん、この2年間の安倍政権の政治はどうでしょうか。首相はこの道しかないと言っていますが、この道は危ないと思っている方が多いのではないでしょうか。安倍政権の2年間はあらゆる分野で国民の民意に背く暴走の2年間でした。しかし、審判の時がやってきました。主権者である国民が安倍政権に暴走ストップの審判を下し、政治を変える絶好のチャンスがやってまいりました。この総選挙で日本共産党が安倍政権と正面から対決し、どんな問題でも国民の立場に立った抜本的対案を示し、国民との共同で政治を前に動かす対決、対案、共同の姿勢を貫いて躍進を目指します。皆さん、日本共産党の躍進で安倍政権の暴走をストップ、そして国民の声が生きる新しい政治をご一緒に作ろうではありませんか。私たちは日本の政治の5つの転換を訴えてこの総選挙を戦います。第1の転換は消費税 10% への増税を中止し、消費税に頼らない別の道に切り替えて財源を作ることです。昨日の日本記者クラブの党首討論会で私は首相に問いただしました。今の景気悪化は何よりも消費税 8% を強行した結果であり、増税不況です。私は1月の国会質問で、こんな経済情勢の下で増税を強行すれば深刻な不況の引き金を引くと警告し、中止を求めました。しかし安倍首相は経済対策を合わせて実行すれば大丈夫だと答弁しました。しかし現実は私の警告の通りになったではありませんか。私の言うことを聞いていればよかったですね。私はそのことを指摘して、首相に増税強行は誤りだったと
素直に認めたらどうですか。昨日は正しましたが、首相からは一言も反省の言葉はありませんでした。それならば審判を下そうじゃありませんか。三党合意で増税を推進した自民党、公明党、民主党に厳しい審判を下そうじゃありませんか。安倍首相は1年半の先送りをした後は、景気がどうあろうと 10% への増税を絶対に実施すると断言しました。今度の総選挙では消費税 10% への増税を実施させていいのか、このことが問われます。ここが争点です。皆さん、消費税は所得の少ない人に重くのしかかり、消費を直接冷やす最悪の景気破壊税ではないでしょうか。1997年の 5% への増税は大不況の引き金を引きました。今年の 8% の増税も景気悪化の引き金を引きました。これを2度繰り返すつもりか。消費税 10% は先送り実施でなく、きっぱり中止を、この声を突きつけようではありませんか。日本共産党は消費税に頼らない別の道、財源提案を発表いたしました。富裕層と大企業に応分の負担を求める税制改革などで新たに20兆円の財源を作ります。加えて大企業の内部留保を活用して国民の所得を増やす経済改革で、10年後には20兆円の税収が増えてまいります。この2つを合わせて実行するならば、消費税に頼らなくても社会保障を充実し、財政再建を図ることは可能です。ですから皆さん、安心して今度の選挙では増税中止の声を上げようじゃありませんか。増税中止の一票はこぞって日本共産党にお寄せください。お願いいたします。第2の転換は、格差拡大のアベノミクスストップ、暮らし第一で経済を立て直す政治への転換です。首相は大企業を儲けさせれば、いずれは国民の暮らしに回るということを党首討論で繰り返しました。私は反応しました。そんな考え方が誤りだということは、事実が証明しているではありませんか。アベノミクスで大資産家と大企業には大変な儲けが転がり込んでいます。ところが庶民の暮らしはどうでしょうか。首相は賃金が上がったと自慢しています。嘘を言ってはいけません。働く人の実質賃金は15ヶ月連続でマイナスじゃありませんか。首相は雇用が増えたと自慢しています。しかし増えたのは非正規雇用だけ。正社員は2年間で22万人減ってるじゃありませんか。首相はこの道しかないと連呼しています。しかし私は言いたい、この道には先がない。大企業応援から国民の暮らし第一に、経済政策の転換こそ必要ではないでしょうか。日
本共産党は総選挙にあたって3つの提案をいたします。1つは人間らしく働ける雇用のルールを作ろうということです。皆さん、労働者派遣法の解約は中止し、非正規から正社員への流れを作る抜本改正を力を合わせて実行しようではありませんか。残業代ゼロの制度とんでもありません。長時間過密労働を是正し、日本から過労死をなくしていこうではありませんか。中小企業支援と一体に最低賃金を時給1000円以上に大幅に引き上げさせようではありませんか。そして皆さん、若者を使い潰すブラック企業を日本からなくしていこうではありませんか。二つ目は皆さん、社会保障を切り捨てから自立への転換です。年金の連続削減、許さけにいきません。低すぎる年金の底上げを図るために力を尽くしてまいります。国の責任で高すぎる医療費、国民健康保険料の軽減を進めることを強く求めてまいります。特別養護老人ホームの待機者、保育園の待機児童、待てません。国の責任でゼロにするための施策を取らせようではありませんか。三つ目に、農業を壊し、国民皆保険を壊し、食の安全を壊し、日本を丸ごとアメリカに売り渡す TPP 交渉から即時撤退することを強く求めます。緊急の米価暴落対策を行うとともに、安心して農業が続けられる価格交渉と所得交渉で日本の農業を再生しようじゃありませんか。国の中小企業予算を3倍の1兆円に増やし、日本経済の根幹にふさわしい支援の強化を図ろうではありませんか。皆さん、大企業応援から国民の暮らし第一へと経済政策の軸足を移し、日本経済を立て直しましょう。企業団体基金微体一文受け取らない共産党でこそこの仕事できます。どうかよろしくお願いいたします。第3の転換は、海外で戦争する国づくりを許さず、憲法9条の精神に立った外交戦略で平和と安定を築くということです。集団的自衛権行使の現実の危険がどこにあるか、国会論戦を通じて2001年のアフガニスタン報復戦争、2003年のイラク侵略戦争のような戦争をアメリカが引き起こした際に、自衛隊が従来の戦闘地域まで行って軍事活動を行うことになる、このことを首相は認めました。攻撃されたら武器の使用をすることになる、このことも首相は認めました。この間の党首討論でも私はこの点を繰り返し追及しましたが、安倍首相は反論不能に陥りました。論争の決着はつきました。集団的自衛権行使とは、日本の国を守ることでも国民の命を守ることでもありません。アフガン・イラク戦争のような戦争で米軍と自衛隊が肩を並べて戦争する、海外で戦争する国づくりこそ
正体だということは今や明瞭となったのではないでしょうか。皆さん、今ならまだ間に合います。集団的自衛権行使容認の閣議決定は強行されましたが、それを具体化する法改悪は来年に持ち越されました。この総選挙での審判で暴走を止めようじゃありませんか。共産党への一票で暴走を止めようじゃありませんか。日本を殺し殺される国に作り変える憲法違反の閣議決定は撤回せよ。国民の目耳口を塞ぎ戦争に動員する秘密方法は廃止せよ。この願いを日本共産党への一票に託してください。よろしくお願いいたします。北東アジアの平和と安定をどう築くか、もっぱら軍事に頼るのではなくて憲法9条の精神に立った平和の外交戦略こそ必要です。日本共産党は北東アジア平和協力構想を提唱し、その実現のために内外で行動してまいりました。 ASEAN の国々が作っている東南アジア友好協力条約のような紛争を話し合いで解決する平和の枠組みを北東アジアにも作ろう。これが日本共産党の提案であります。平和憲法を守ろう。この願いを党を作って92年一筋に反戦平和を貫いてきた日本共産党への一票に託してください。よろしくお願いいたします。第4の転換は原発再稼働ストップ、原発ゼロの日本への転換です。自民党は総選挙政策で原発は重要なベースロード電源とし、再稼働を進めることを宣言しました。しかし皆さん、福島では今なお12万人を超える県民の方々が避難生活を余儀なくされ、事故の収束も原因究明もできていないじゃありませんか。あたかも事故などなかったかのように原発推進にしがみつき、再稼働を進めるなど断じて許すわけにはいきません。再稼働ストップの審判を下そうじゃありませんか。皆さん、今日本で動いている原発は一つもありません。稼働原発ゼロになって1年2ヶ月です。再稼働反対の世論と運動が原発にしがみつく勢力を追い詰めています。この力に自信を持とうじゃありませんか。この間、国民も企業も省エネの努力をして電力消費を減らしてきました。その省エネ努力は原発13基分になると言われています。日本社会は原発ゼロでも立派にやっていけることが証明されたのではないでしょうか。日本共産党を伸ばしていただいて、原発ゼロの日本、再生可能エネルギーへの大転換の道をご一緒に開こうではありませんか。第5の転換は沖縄の新基地建設を中止し、基地のない平和で豊かな沖縄を作ることであります。11月の沖縄県知事選挙で新基地建設反対を訴えた
小長武さんが圧勝しました。沖縄の未来を切り開く沖縄県民の歴史的勝利です。ところが安倍政権はなおも辺野古移設を粛々と進めることに変わりはないと言い放ってます。県民がどんな審判を下そうと、それに関係なく新基地建設を進める、これで民主主義の国と言えるでしょうか。問われているのは日本という国の民主主義だということを私は訴えたいと思っております。今度の選挙で沖縄では4つの小選挙区すべてで県知事選挙の共同の枠組みを大切にし、新基地建設反対の一点で保守と革新の垣根を越えた共闘が作られ、選挙は戦われています。4選挙区すべてで必ず勝利したい。県民を裏切った自民党を一人残らず落としたい。皆さん、この沖縄の戦いに連帯し、全国で新基地建設許すなの審判を下そうじゃありませんか。世界一危険な普天間基地はアメリカに持って帰ってもらうじゃありませんか。皆さん、日本の政治の5つの転換ということを訴えてまいりましたが、どの問題でも安倍政権の暴走に正面から対決しているのが日本共産党です。一連の党首討論会を通じても自民党対共産党、自共対決こそ今度の選挙の対決軸だということがはっきりと浮かび上がったのではないでしょうか。選挙になってにわかに身を切る改革なるものを唱えている政党があります。私は党首討論会で次のように述べました。身を切る改革というは、11月28日に発表された政治資金収支報告書を見て驚いた。自民党の本部収入の6割、民主党の本部収入の8割、維新の会の本部収入の7割は政党助成金ではないか。国民の税金にどっぷり使いながら国民に増税を押し付ける、こんなバカな政治はありません。政治の不当な特権を正すというのなら、年間320億円の政党助成金ごと廃止すべきです。こう言いましたらみんな目をそらしまして、反論はありませんでした。今言われている身を切る改革論なるものは、議員定数を減らすから国民は黙って消費税増税を受け入れろというとんでもない増税をしているんです。しかも議員定数削減、特に比例定数削減は国民の民意を反映する唯一の部分を削ることになります。身を切ると言いますが、切られるのは国民の暮らしであり国民の民意ではないでしょうか。同志社大学の浜則子教授は新聞赤旗のインタビューで、野党といっても自民党野党支部のような野党ではなく、本間門の野党に頑張ってもらいたい、エールを送ってくださいました。自民党野党支部のような野党では政治を変えられません。日本共産党の躍進こそ安倍政権の暴走に一番の痛打を与えることになり、
日本の政治を変える一番確かな力になるのではないでしょうか。皆さん、日本共産党が伸びれば日本の政治は必ず変わります。昨年の参議院選挙での日本共産党の躍進は政治を動かす大きな力となって働いております。日本共産党は参議院で獲得した議案提案権を行使し、ブラック企業規制法案を提出いたしました。法案提出は厚生労働省を動かし、4000を超える事業所に是正指導を行わせるなど重要な成果につながりました。秘密法廃止を求める国民の願いに応えて、秘密法廃止法案を提出し、この悪法廃止の一歩を踏み出しました。どうか皆さん、参議院選挙に続き総選挙で日本共産党をさらに大きく躍進させてください。ご一緒に力を合わせ、国民の声が生きる新しい政治を作ろうじゃありませんか。男性も女性もお年寄りも子どもさんも、国民みんなが未来に希望を持って生きられる新しい日本を作ろうではありませんか。首都東京での戦いが大変大切です。東京で勝てば全国で必ず躍進します。昨年の都議選での日本共産党の躍進は参議院選挙の躍進につながりました。どうか皆さん、今度の総選挙、首都東京で比例で3議席必ず獲得させてください。よろしくお願いいたします。小選挙区でも必ず首都から議席を獲得しようじゃありませんか。そのことを最後にお訴えし、私も全国駆け巡って躍進の先頭に立つ決意を申し上げて、この場をお借りしての第一声といたします。ありがとうございました。頑張ります。寒い中本当にありがとうございました。日本共産党を大きくしてください。日本共産党を大きくして、安倍自公政権の悪政の暴走にストップをかけようではありませんか。政治は必ず変わります。日本共産党でのご支持を広げに広げてください。皆さんの一票一票で政治を動かそうではありませんか。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。